ということなんですけど、どうもこんばんは。まあ今日からお仕事ですってことなんですけど、行きたくないんですよ。なんか2、3日前より、なんか悪化してんじゃねえかと。これといって症状変わってないですよ。もう寒気もするわ、もう関節は痛いわ、まあ厚着ね、してもう暖房つけてるんで、まあそのせいかもしれないですけど、なんか熱っぽいというかさ、なんか体温だけは、だるいんですよ。なので、皆さんもね、気をつけてくださいということで、今日のタイトルは、何でしたっけ？名曲しかありませんですよね。もうこのタイトルね、もうおかしいわけじゃないですか。名曲しかないわけがねえよって話なんですけど、今テレビで、スッキリやってます。で、ご覧になってる方はわかると思うんですけど、またね、僕はどうでもいいと思ってる、誹謗中傷、なんか取り上げられて、なんかね、コメンテーターの方の話を聞いております。誹謗中傷って何なんですかね。例えばこれですかね。ブサイクな上に髪の色もキモくてめっちゃ女にモテなそうってことなんですけど、うるせえよどうでもいいわって言うな。そんなさ、女にモテるってまず分かんなくないですか。外に出てさ、キャーみたいな、それがモテるみたいな、そんな感じなんですかね。じゃあ次はこれですね。音楽にオワコンとかあるのか、もしあるなら一発屋でデビューしたバンドじゃないか、個人的に思ってないけど、海外ではエアロスミス、ボンジョビ、メタリカなど全くオワコンじゃねえし、好きな人はずっと聞いてる。あなたは価値観に対する偏見がすごいね。収益って言ってたけど、お前の収益この程度で500円くらいだろってことなんですけど、ルナシーとメタリカを比べてるみたいな、あなた。笑わせるよなこいつで、お前の収益は500円ね。あ、500円だったら、500円だったらな、俺1年間多分収益ないぜ。こんなこれだけ再生数取れて500円だったらね、収益ないんですよ。そんなわけねえだろって話だろ。で次こちらですね。これ昨日来たやつ。ルナシーがオワコンは同意なんだけど、まあ始まってもいない、カスユーチューバーにクソクソ言われるのもかわいそう。炎上商法でやってるんだから、これで顔真っ赤にして反応するコメするのって、未だにルナシー信者の方だけ、方だけでしょうね。再生回数伸びて、収益になってないから収益勝ちましたは笑ったことなんですけど、顔真っ赤にしてというか、ね、あなたたちにコメントを返しても、どうせ返ってくるでしょ。ね、理解できないですよ。素直に受け取らないでしょってことなんですよ。で、動画にすると、気になるでしょ。あ、明日俺なんじゃねえかと、俺紹介されんのみたいなね、なんか不安と恐怖のやついるのかな。まあコメント何人か消してるやついるよね。まあいいですけど、収益なってそうですよ。収益なってなんか、だって勝ちはいいんでしょ。僕勝ってますよっていう、アピールしてるんですよね。で、先ほどの何でしたっけ。あ、誹謗中傷ですね。誹謗中傷で、これなんかまた変わったんですよね。変わるんですか、10月から。まあ、よくわかんないですけど、で、これアメリカのツイッター社で、情報の開示請求依頼でしたっけ？まあ、最も多い国、今やってるんですけど、日本らしいですよ。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、日本はそれだけゴミクズが多いってことなんですよね。僕言ってるじゃないですか。自分に関係ないことに対して、ね、口出したりさ、多いでしょ日本人って。なんか言いたいでしょ。俺とか見ててさ、なんかね、書き込みたいとかいるでしょ。そういう奴らが多い限りは、誹謗中傷とかはなくならないんですよ。僕は別にあなたに配信してるわけじゃなくて、わかります。わからないと思いますよ。まあ、これからもね、僕に対して何を書いてきてもいいですよ。あ、僕、訴えるとかね、そんなことはしないんでね、これからもよろしくお願いします。ということで、今日は、まずですね、松浦さんですね。もうずっと言ってるんですけど、もしわからない方いらっしゃると思うんで、松浦さんとは、ミラージュっていう、まあ、インディーズなんですよ。まあ、メジャーでも通用する。まあ、東京ドームだろうが、埼玉アリーナだろうがね、もう、ドームツアーもできるぐらいの、まあ、偉大なバンドなんですけど、まあ、メンバーに、恵まれてないせいか、まだインディーズなんですよ。まあ、インディーズ活動を行ってるんですよね。で、その偉大な、ミラージュっていうバンドの、日本のトップクラスの、まあ、指3本に入ると思うんですけど、松浦さんっていうね、まあ、ステージネームは、キサキさんっていう方がいらっしゃるんですよ。で、ツイッターの方で、動きがありました。こちらですね。これ皆さん会場わかります？大阪の、みそのユニバースらしいですよ。で、これ10月の28日に、まあもちろん対バンというか、これだけのアーティストが、出演するらしいんですけど、これ僕誰一人わかんないんですけど、これミラージュしか僕わかんないですよ。これわかります？この辻元さんやら長崎さん、
翔吾さんとか仕事もう誰一人わかんないです。そう、なぜこれにミラージュが出演するのかは知らないですけど、まあ、10月28日に、この大阪、みそのユニバースですね、ライブの方を、予定してるらしいですね。で、チケットの方が、全席自由席で、全席自由が5500円、全自由が4500円、まあ、ここどうなってるかわかんないですけど、で調べたところ、外観こんな感じですね。これ、みその何でしたっけ、みそのユニバースですか。でキャパシティが、1000ぐらいです。で、動画を撮る前に、先ほど、チケットのを調べたんですけど、もちろん空席ありの丸でした。はい、ということで、ここからは、今日紹介するバンド、これ以前にも紹介したかどうかわかんないんですけど、まあ、ブルー紹介していこうと思います。まあ、なぜブルーかって言われたら、まあ、どうせというか、なんか祖父美つながりみたいなね。まあ、僕個人的に、まあ、祖父美は、あの、容姿的には、まあ、ビジュアル的にはそこまで好みじゃないんですけど、あの、曲と、何なんですかね。まあ、ビジュアルも好きですよ。ブルーってかっこよくないですか？僕かっこいいと思うんですよね。なので、ブルーを、まあ、手抜きなんですけど、まあ、紹介していこうと思います。まず、ブルーとは、1995年からいつでしたっけ？2002年ぐらいですよね。約7年間、活動してた、バンド。確か大阪だったと思います。で、メンバーがこうなっております。初期メンバーは確か5人なんですよね。で、解散するまでが、この、4人ですね。ボーカルが有人さん、ギターが、さきさん、じゅんさん、はやすさん。この4人ですよね。で、旧メンバーのボーカル、しげさん、キーボードなんか言ったんですか？もう、わかんないですね。ペッツさん、ドラムがダイさんと。このようなメンバーになっております。で、すごい手抜きで、もう申し訳ないんですけど、まあ、シングルもアルバムもあるんですよ。あるんですけど、タイアップだけ調べました。まあ、98年に、メジャーデビューしてるんですよ。で、タイアップが、確か 5曲ですね。5曲こうなっております。で、まず、98年に、エターナルウィンドウってあると思うんですけど、まあ、使用されてた番組が、日本テレビ系アニメ、マスターキートンのエンディングテーマに、使用されてたみたいです。僕はわかんないですけど。で、次は、99年にエヴァーですね。まあ、これも、マスターキートンのエンディングテーマです。で、その下が、メビウスでいいんですかね。これメビウスにしましょう。TBS 系、炸裂スポーツパワーの、テーマソングに、使用されてたらしいです。で、残りの2曲はこちらです。2000年、少年の歌とかでいいんですかね。歌とか詩ですね。で、日本テレビ系、ロングリューでいいですか、滝リューでいいですかね。エンディングテーマです。で、2001年に、花。日本テレビ系、これも恋の季節とかね、全くわかんないんですけど、まあ、以上の5曲が、ブルーが、タイアップに、まあ、使用されてた曲になります。はい、ということで、今日は、ブルーと、誹謗中傷について話してみたんですけど、まあ、これブルーは、タイアップより、まあ、アルバムに収録されてる、まあ、曲の方が、まあ、良かったと思います。まあ、気になる方は、まあ、コメント欄でもう少し細かくとかね、詳しく紹介してくださいって書いていただければ、また明日か明後日に、紹介しようと思います。で、誹謗中傷なんですけど、皆さんどう思ってるかわかんないんですけど、テレビでね、こうやって訴えるぞみたいな、いるわけじゃないですか、クソ芸能人が。僕は思うんですけど、恨み買いません？僕、恨み買うような気するんですよね。だって今、日本って、まあ、個人的にはわかんないですよ。まあ、この動画ご覧になってる皆さんが、まあ、お金持ってるかもしれないですけど、まあ、日本全体で見ますと、お金ないわけじゃないですか。まあ、ね、いろんな物価が高騰して、まあ、不満ない人っていないと思うんですよ。絶対恨み買うと思いますよ。まあ、僕はどうでもいいですけど。はい、ということで、あと一つ言いたいのは、スッキリに、これ誰ですかね、毎回出てる、クソジジイが言ってるんですよね。まあ、なんて言ってるかと言いますと、何か言いたいんだったらお前顔出せよと。そう、コメントってさ、匿名じゃないですか。匿名でどこの誰か分かんないわけじゃないですか。顔出して言えよって話なんですね。まあ、言えないですよね。分かってます。はい、ということで、今日は、こんな感じで終わろうと思います。最後まで、動画を見てくれてありがとうございました。